はい、こんにちは。今ご紹介に預かりました、アンダンテでございます。よろしくお願いいたします。今日もいいお天気で、お祭りも盛り上がって良かったなと思ってます。入ってます、マイクが入ってないそうです。いいですか、このままで。あ、はい、大丈夫です。お願いします。はい、ということで、今日は、秋ということで、秋らしい曲を、何曲か持ってきましたので、最後まで聴いていってくれいただければ嬉しいと思います。はい、はい、いいですか、はい、あれ、いいですか。今日は11月5日ということで、ゆずのいつか行きますか。はい、まず
今日はすごい暑いですね。いやもう汗が滴ってきます、ね、さあ次の曲は今度こそ秋っぽい歌です、はい、今度こそちょっと戻りますね。戻りもちょっと秋に戻ります、はい、冬から秋に戻ります、はい、ですね、うん、はい、スピッツの次はあスピッツじゃなくて忘れたゆずの次はやっぱりスピッツですかね。スピッツじゃないですか。無理やり持っていきましたね。はい、ということで、はい、ね、スピッツで楓という歌を歌います。いいですか。Thank you.
全然なんか秋らしくないですよね。爽やかすぎ。なんだかすごい夏に逆戻りって、はい。汗ダクダクですね。そうね、トレーナーで来るかと思ったけど、トレーナー来てたらもう脱がないけんやったですね。さあ次、この曲皆さん多分ご存知ではないかなと思うんですけど、次の曲は、ビギンで三振の花という曲を、歌いたいと思います。あ、ごめんなさい、聴いてください、ビギンで三振の花。お、
そうですか、ありがとうございます気持ちよかったです気持ちよさそうにじゃあそう気持ちよいノリで、アンダンテ最後の曲ですけど、あ、はい、私になんか、どうぞ慣れてますか、うん、はい、何でしたっけ、これは朝のね、うん、朝ドラの主題歌ですかね、 NHK でだいぶ前ですが、すいません、今そう言うとあいみょんの曲をみんな期待するかもしれないんですけれどねAKB の曲で、365日の紙飛行機をやりたいと思いますいきますか、you
さあここからは